ナスティ大冒険 TV。 この番組はテレビ朝日の社員友寄隆秀、通称ナス D が、ほとんどの日本人が行ったことのないような世界の僻地に命がけで向かい、知られざる文化、そこに住む人々の暮らしをディレクター目線でレポートする、超本気気候ドキュメント番組。今回はネパールの奥地ドルポに住む天空のヒマラヤ部族に会いに行った旅。険しい山道をスリガド川沿いに遡り進む一行。まだまだ先は長く、ナス D と大谷さんは元気ですが、普段から運動不足で食生活もめちゃくちゃな撮影スタッフにはかなり辛い状況。ボリューム4、ヤバいぞスタッフ、そして登山家料理人が想像以上にすごかった編。だいぶ上がったね。だいぶ上がりましたね、うん、だいぶ高くなってきた。ああ、死んだ。マジで。ちょっと待って。限界？久保田ディレクター、すごいテンション下がってる。この日は歩き続けること8時間。やっとの思いでキャンプ地に到着しました。今日のキャンプ地に着きましたね。すごいですね。映画のセットみたいですね。ねえ。ナマステ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 。坊ちゃん大丈夫？あ、カメラも。もうカメラも持ってへんやんか。どうした？大丈夫ですか？ゆっくり行きましょう。すいません。すでに標高2840メートル。こちらの小さな村チェプカ村はヒンドゥー教徒がいる最後の集落。これより先は最もチベットらしい文化の残る地域だという。同じ道のりを歩いてきたのに、登山家料理人は休むことなく素早く料理を作ってくれました。こちらはジャガイモとサクと呼ばれる葉野菜のネパールカレー。わ、美味しい。これはジャガイモカレーね。唐辛子が効いてね、うん、ちょっと塩味の薄い少しタメに変えてます。カレーっちゃカレーかなって味で。これでもカレーなんですね。はい、時間もないし単純にね。でもめっちゃ美味しかったです。ちなみに弱っていたスタッフは、クモちゃんどこ行ったんですか？クモで寝てる。余裕で寝てるよ。2時27分にもう寝たかな。どっち？早めにキャンプ地に着いたため、夕食はちょっと豪華。登山家料理人が特別メニューを作ってくれました。まず玉ねぎ、ニンニク、生姜を炒め、そこへスパイス類、キャベツと人参を加えたり、塩、胡椒、鶏スープの素、ツナ缶を加えてよく炒めていきます。続いて伸ばした小麦粉の生地にトマトソース、これはロティナチャパイ。作っていたのはピザ。上からもヤクのチーズを散りばめたら、運んできた新鮮野菜、ピーマン、玉ねぎ、トマトを乗せ、最後にヤクのチーズを再び。その焼き方にご注目。当然オーブンなどないので、鍋に小石を入れ蒸し焼き風にするといいます。アメリカン食体、イタリア食体、ジャパニー食体、ただバリですとヨーロッパ食べちゃうから。俺らはですね、だってチーフスあるですと、ローティープレートあるですと、テストでやるんですよ。
まだまだ調理は続きます。続いては中国伝統の揚げせんべいシャーペン、さらにトゲトゲがついたピーマンのような野菜チュチェカレラ、トマトを加えてカレー風の炒め物に仕上げました。お次は水に醤油、かつおだし、ニラを入れ、水で戻した水牛の乾燥肉を加えたら、溶き卵を加えて卵とじに。さらに茹でたオクラのおひたしにトマトスープまで。とここでピザが焼き上がりました。驚くのは調理時間。野外にもかかわらず手の込んだ6品を2時間余りで仕上げました。まず、親子丼か。うわ、まずは珍しい野菜チュチェカレラ。ピーマン、甘いピーマンみたいな、味で、そうだ。うわ、買って帰りたい。あ、美味しい。なんだろう、めちゃくちゃ美味しい。この針が面白いね。美味しいですよね。痛そうだけど痛くない、ね、痛くないです、はい、うん、針が食感もいいし喉越しもすごくいいんですよ、うん、初めての体験ですこれ。ここの卵とじもすごい美味しい。親子丼ではないけど牛やから他人丼すごいコクが出てて、多分なんか出汁使ってるのか、それともこの干し肉から出てんのか、出汁がすごいパンチあるんですよ。このすげえ濃い感じがすごい、すごい濃いですよね。シェフがもしかしたら疲れてんのを計算してちょっと強めの味付けしてきたかもしれないです。すごい美味しい。ピザ行ってみよう。わ、すごい美味しい。チーズ乗せただけじゃないんですよ。中に香辛料とかちゃんと入れて、ちょっと若干カレー味に仕上げてるんですよ。ナンの上にカレーを置いて野菜をいっぱい置いたみたいな、でチーズ乗っけたみたいな、チーズカレーナン野菜たっぷりバージョンみたいな。デレミトさん、やっべ、ほっぺた落ちるこれ絶対面白いですもん。こんなとこでこんなの食べてるの、ここで料理作るのめちゃくちゃ難しい。自分が無人島で作るから分かるんですけど、すごい難しいんですよ、ああいうところで料理大量に作るのって、素材で美味しさ出したんじゃなくて、ちゃんとテクニカルも美味しく作り上げてる、絶妙ですね、出し算が。過酷な旅路に束の間の喜び、心は穏やかに嬉しい。すごい美味しいものを食べて全部きれいに食べたら寂しさ残るじゃないですか、残らないし、美味しさがまだ何より心に残ってるから、人生の中で料理って1万2000食食べる中で記憶に残る料理って少ないと思うんですけど、この日のこの料理は一生残ります、これがこの山の中で出たっていうのがすごい感動ですね。なんとデザートまで。こちらはマンゴーのシロップ漬けなんですけど、なんとちょっとだけあったかいんですよ。そうそう、完全にバチ当たりますよ、こんなことしたら。いただきます。あ、すごい食べる側の気持ち考えて作ってる。温めることによって甘みと酸味がギュッと出てきて、いいよね。ものすごい美味しいです。はい、牛乳置いてください。うわ、すごい幸せね。寺島さん何食ってんだろう。リアルピザ食ってそうだな。迎えた翌朝。僕はなんか単独登場のイメージでいうと日本から一人で行ってるイメージだったんですよ。どうぞ。眠気覚ましのコーヒーですが、そこには登山隊ならではの裏技が。インスタントコーヒーがあるひと手間で引き立ての味になるそうです。カトマンズコーヒー、ちょっとだけ最初入れるんだって。あ、スプーン一杯ぐらい。これよくかき混ぜるんだって。ああ、フレッシュコーヒーに近くなって、めっちゃ入れちゃう。トレーキングじゃこれで出してるみたいな。看板はフレッシュコーヒーって。実際インスタント内緒の話。はい、どうぞ。いや、ここ本当されますよ、はい、あ、すごいいい匂いする、すごいコーヒーのいい匂い。でもあるかもしれないね、こういうの。あ、美味しい。でも美味しい。コモンだった。あ、これもいいです。
多分ね、シンガポール製ですよ。朝食はゆで卵とパンケーキ。今日も長い距離を歩くためしっかりと栄養を摂取。本日もカッツァルとの旅路。一見おとなしそうですが、少し注意が必要。馬とか牛の顔がいいんですけど、後ろに立つと後ろ足で跳ね上げられるんで危ないです。あと足ここ折ると本当危ないんですよ。踏まれちゃうから、ひずめで引かないとダメです。で目で分かるんですよ。赤く充血してたら野生が一旦戻ってるんで危ないんです。今これどういう目なんですか？ご飯食べてるから全員おとなしい。ここ触ると喜ぶんですよ。よし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 、あーしかめですね。ムツゴロウさんも、いやーしよ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 し。特に牛は危ないです。牛の鼻に輪っかついて紐ついてるじゃないですか。牛ってあそこ鼻が弱点なんですよ。鼻の軟骨にリング通して引っ張ると弱るんで、そしたらあんだけ力が強いんですけど、鼻に輪っかつけて引っ張るとこう引っ張られていくんで、弱点なんですよ。一行は幻の湖を目指しています。足元は悪いですが、まるで絵はがきのような景色はこの日も健在。上の湖は綺麗だろうね。寒気に当たる秋は一年のうちで最も湖が美しく見える季節だそうです。ほら下見てください。下怖いでしょ。あそこが昔使ってた道です。今は寒気だからいいんですけど、雨季で川が増水しちゃった時に橋がいちいち壊れるんで、新しい橋を国が建てた税金で。ああ滝がある。滝素通りです、まあまあいい滝なのに。スリガド川から吹く冷たく心地よい風を浴びながら、一行は谷沿いの道を進んでいきました。気をつけてください。日本の山みたいなね。そうですね、ぱっと見日本の秋の山と、ほとんど変わらない。美しいヒマラヤの紅葉。チベットに近い高地とはいえ、森には木々が多い。松やヒマラヤ杉、大糸杉の美しい林に分け入りながら進みます。木もでかいよね。最初びっくりしたよ。ヒマラヤって木がないと思ってたから。最初そうですよね、ヒマラヤのやっぱり麓ってやっぱり雪が降ったり、ここら辺は雨降るから、水が豊富なのね。だからやっぱり植物も成長が大きいっていうか。あヒマラヤの大自然。この秋の季節、足元にはクルミが落ちていました。これ実の中に入ってるんですね、クルミが。これ外してシブド、パド、シブド。こっから取ったやつ。なあ、美味しい。すごい割りづらい、取りづらいけど。甘い。甘いし、ちょっとフルーティー。このみんなが食べてるクルミよりみずみずしくて、ちょっと梨みたいな甘みがあって、食感とか味は基本的にはクルミ。なら生クルミみたいな。みんな食べてるのは乾燥くるみだ、くるみなんですね。生のくるみ、すごい美味しい。外側の皮を剥き、1週間ほど乾燥させると食べ頃だそうです。くるみ、あ、くるみ食べてる。みとちゃん、いや、みとちゃん、みとちゃん、あ、ありがとう。これ乾かしたやつですよね、くるみ。デレミとちゃん、デレミとちゃん。この人ここでずっとクルミ食べてた。デレミとった。デレミとった。デレミとった。見とった。デレミとった。言わなくなった。亜熱帯のジャングルから万年雪に閉ざされた高山帯まで控えるヒマラヤは珍しい動植物の宝庫です。人間には険しい高山を我が物顔に行き交うのは、この地に生きる個性豊かな動物たち。こんなとこ猿住んでるの？住んでる。住んでる。山に。ハヌマン・ラングール。
銀白色の体毛に覆われた美しい猿で、旅の途中に出会うと目的が叶うと言われています。ああいうトウモロコシとかカボチャを食べに来ます。植物も珍しいものばかり。日本の国花って桜じゃないですか。あれもヒマラヤ山脈に原種がある。原産はヒマラヤ。そうなんですよね。いまだにあるらしいですよ。ヒマラヤに桜が咲いてるらしいです。鳥って言ってました。種が運んだって。秋に花をつけるヒマラヤヒザクラは日本をはじめアジアの桜の原種と言われています。すごい澄んでる水が。茶店があります。こんなところに茶店。まあ、ローカルの人のお茶が飲める。ちなみにこのような茶店では何か一つ購入すると無料で宿泊できるそうです。まるで秘密基地。いくつもの石を積み重ねて作られていました。店内ではお茶が飲めるほか、ジュースやお酒、生活必需品まで品揃えは豊富。天井には干し肉が。ちょっとした谷があるんじゃないかな。頭を洗ってます。シェルバさんが頭洗ってますね。あ、冷たいって当然のことを言っています。あ、筋肉あるぞって思いました。ちょっとあれですよね、モンゴル相撲に似てる。似てるよね。シェルバ体格もね。シェルバってあんな感じですかね、でもちょっと太りみたいな。ここで登山家料理人が登場。昼食作りです。玉ねぎ、ニンニク、生姜を炒め、混合香辛料のマサラにカレーパウダーなどで味付け。キャベツを加えてよく炒めます。そこへ茹でたマカロニに人参を加え、隠し味にお醤油。軽く混ぜ合わせれば一品目、マカロニのカレー風炒めの完成。二品目は、茹でたカリフラワーにお醤油とカツオだしで味付け、おひたし風に仕上げました。続いてフライドポテト、さらにはコールスロー、イワシの缶詰をつけて計5品。野外にもかかわらず1時間ほどの早業。さらにナスディはジャガイモのカレーアルカリーまでいただきました。フライドポテトもこうやって揚げるの大変なんです。結構今からここで地元の村人がスタッフに相談。何かあったんですか。薬が美味しいよ。この頭痛い。頭が痛い。高山病ですか。あ、多分風邪病だ、うん。地元の方でも高山病になるんですね。なりますね。まあ、ずっと自然に泊まって、まあ、直接親に行ったら風邪病になります。地元の方ですら高山病に陥る高所での移動。それでも取材班は山道を登り始めました。おお、サッチャル。わあ、来た。別のトレッキング客のカッツァルです。はいはい、やめて。すごい。ナマステ。ナマステ。さらにはこんな動物も。びっくりしょ。おお、これ大丈夫。あ、オッケー。怖い。怖い。ああ。おお。あ、怖い。
びっくりした。こちらの牛のように見える動物は雑居牛とヤクのハーフ、主に運搬ですよね、運搬用。さまざまな動物との掛け合わせ、雑居、メスのヤクとオスの牛の掛け合わせです。標高の高い場所でしか生きられないヤクがより標高の低い場所でも活躍できるように生み出されたのが雑居です。メスの雑居は妊娠することができるので乳牛として活躍します。牛肉よりも美味しいとされています。ちなみにその逆、オスのヤクとメスの牛では牛の性質を受け継いであまり性能が良くないと言われています。標高が上がるにつれ青さを増していくスリガノ川、幻の湖に近づいています。1000メートル以上あるね。果てしないね、どんどんでかいの出てくる。まだ登ってないですもんね。迂回して迂回して逃げて逃げていったらまたでかいの出てきた。ヒマラヤの高地にあるドルポ地方は長い間他の世界とは切り離されてきました。高い山に阻まれ容易には人が立ち入れなかったのです。危険と隣り合わせのキャラバン、人も動物も山腹に刻まれた小道を慎重に歩かなければなりません。うわ怖っ。真っ直線に真下まで崖ですよねこれ、うん、崩れそうなところが何箇所も。足を滑らせれば命取りです。こうしないようにこう階段を、ね、ここロバ行くんだな。ロバが来たら向こう側に避けちゃダメですよ。向こうに押されて落ちちゃうんで、こっちが山側に避けないと向こう側に押されて死ぬ人が多いらしいです。ちょっとよそ見したら終わりっすね。クボちゃん気づけてよ、落ちると死ぬから。さらにやばい、見ていかれる。険しい道のりの連続に2人の撮影ディレクターがやはり遅れを取り始めました。クボちゃんどうなん、その標高が3000超えたところで何か体調に変化ありますか？苦しいです。本当に？はい。しんどいの？しんどいです。ものすごい速度です。しんどいです。ゆっくりね。しかし険しさを増す旅路、クボちゃんファイト。取材班はまたしても脱落者を出してしまうのでしょうか。やばい。あ、待って、また降りまして。あ、子供いる。学校だ。ナマステ。ナマステ。ナマステ。ごちそうさまでした。言えないぐらい。本当に。ナス D の大冒険チャンネルではいろんなことに挑戦中。皆様、次回もご視聴お願いいたします。